リサイタルホールはかつて大阪府大阪市北区中野島にあったコンサートホールである。運営はこのホールがある新朝日ビルを管理していた朝日ビルディングが行っていた。このホールは名称が ABC ホール、サブホール、リサイタルホールと変遷した。1958年にこのホールがある新朝日ビルが竣工した時に四つ橋筋を挟んだ西隣の 朝日新聞大阪本社ビルら、その後1966年に朝日放送本社が、大淀区大淀南の ABC センターに移転し、本社隣接地に2代目の ABC ホールができた後は、同じ新朝日ビルにあるフェスティバルホールの小ホール的位置づけとなり、サブホールの略称に、改称、1989年の同ホールの改装を、機に、リサイタルホールに再改称した。 テレビ番組の収録、スチャラカ社員、デナモンやサンドカサ、新婚さんいらっしゃい。毎日放送のヤング王、王、関西テレビのパンチでデート、読売テレビのお笑いネットワーク、NHK 大阪放送局の NHK 情報漫才コンテストなどの収録が、ここで行われていた以外にも、コンサートや講演会、映画試写会等に使用されているホールであった。また、 入り口が四つ橋筋に面しておらず、南側にあるため、ひっそりとした入り口が分かりにくかった。2009年より、新朝日ビルの建て替えが行われるため、東ホールも閉鎖された。なお、二代目の ABC ホールも2008年に、ABC 社屋が福島区のホタル町に移転したため閉鎖となった。新社屋に、大体の公開放送用ホールも設置されたが規模は、縮小されている。 ちなみに、新婚さんいらっしゃいの公開録画はそちらに映っている。1988年8月と1989年11月には、セットチェンジで、当ホールが使用できず、その際に、前社は地場新南大阪イベントホールを、後社は堺市民会館をそれぞれ代替使用せざるを得なかった。ただし、朝日放送テレビが視聴できるエリアに限られる。ただし、 番組の収録については予定通り行われた。ありがとうございます。